オカミキコホロキ、日本オカミの像、東吉野村、来ました。まずはちょっと全体ね、東吉野村というのはこの先に日本オカミをね最後に、射殺して、まあ、漁師から買い取ったっていうその場所の旅館があったんですけど、今は旅館ではなくて飲料品店になってるんですけど、オオカミは滅んだとされている地域ですよね。これ碑があります。でその先にですね、日本オオカミ像があるんで、まあ、ここはあまりにも有名なんで、で今日はお淀のあの町のね、学芸員の先生の方に話をいろいろ伺って、やっぱりこの像は宿舎がですね、狼を見たわけではなくて夢枕に立った、日本狼を見て、見てというかそれを思い起こしてというか想像して作ったということらしいんですよ。まあ今生きている方は誰も日本狼を見たことがないと言えば それまでなんですけど、まあ、その像がねこれなんですね。ちょっと読んでみましょうか。日本狼像についてと、和鹿口って読みますけど、これはすぐ近くのですね集落のことで、今言った旅館というのは宿屋で、宝月炉っていうところにですね、まあ、英国から派遣された、まあ、探検隊って書いてありますけど、まあ、その方が、その漁師から買い取ったと。なんかその話もね、なんか読みましたけど、詳しく読むと、お金に要するに漁師が売りたい金額では引き取らずに、一回断ったというか、ご破産になったみたいですけど、その後に結果的に、まあ、いい値かなんだかわかんないですけど、8円50銭。まあ当時8円50銭って言ったら相当高い金額だと思いますけど、まあそれを日本狼だと断定したんで、まあ持ち帰ったと。等身大の部の、作者が久保田という方ですね。大学教授。その方の手によってということで、こちらに像があります。じゃあちょっと見てみましょうか。いや、もうこれあまりにも有名な像なんで、まあ、全国各地からね、こうやって写真を撮りに来てる方がいるんですけど、まあ、狼を想像するとこうなるっていう画ですかね。さっきね、先生とも話してて、結局、剥製というものが残ってるんで、それに近いかって言ったら、あまり近くないですね。こっちの方がちょっと怖い感じですし、大きい感じですね。まあ、死の子の言わず、ちょっと見てみましょうか。体的にはこう、狼像は今までいっぱい見てきてますけど、当然想像してたもの、想像されたものとか、またはこう、なんていうか、信仰で、こうであったら嬉しいみたいな、そういう形、をですね、作ったもの。まあ、というか想像したものを形にするとこうであろうですかね。ちょっとよくわからないですけど、まあ、いずれにしても、それに近いものだと。じゃあその夢枕に立った、夢に出てきた狼がこんなやつだったのかっていうことにもあるんですけど、じゃあこの想像の元はどこから来たのかって、何か見たんでしょうかね。外国の狼か、なんかそういうのにちょっと似てる感じがしないでもないですけど、まあまずお顔が遠吠えしてるようなね、まあ、ここまで動画を撮ってる人はいないかもしれませんけど、何件か動画は見てますけどもね。どうでしょう、想像の日本狼像。通りすがりの人が、なんだ、何やってんだみたいな、写真撮ってんのかみたいな感じで見てますけど、別に珍しくはないでしょうね。ここはもう、ちょっとある意味観光地化してるところで。はい。じゃあ、ゆっくり後ろから見ますか。これ銅像なんですよ。鉄っていうか、銅なんで、銅像なんで、余計立派に見えますし、中は無垢じゃないですね。カンカンカンって、音がしますね。だから空洞ってことですね。はい。足元はしっかり、筋肉質な感じで、あばらとかいつも言ってますけど、あばらとかではなくて、なんかこう野生の何かの生き物って感じですよね。これオスでしょうかね。1986年ですから、まだ新しいですね。で、こちらにも
先ほどの説明と似ていることが書いてあります。日本狼、像、建立の木、なぜこのようなものになったかと、まあ、その標本の絵なり当時写真あったか分かりませんけど、何か見たから想像でね夢に出てきたとしか言いようがないですけど、どうですかね。こんな感じですよ。もう吠えまくってる感じですね。恐ろしげな顔で、これから見てみましょうか。こんな感じです。どうですか、この位置から撮影してる人いるかな。噛まれたら怖そうですね。手がちょうど入りそうな感じですけど、顔がちょっと汚れちゃってる。これがね、汚れちゃってる。どうですかね。想像する狼像に近いのかな。はい、日本狼の像でした。